今日はレトロ漫画の金字塔であり、バトル漫画の最高峰の幽遊白書について、味方キャラの中で、強さ最強ランキングを作成していきたいと思うぜ。幽遊白書って敵が味方になったりするし、その辺の線引きも難しいわよね。基本的には最終的に味方になったという、そんなキャラを対象にしようと思う。言ってしまえば、比叡なんかももともと敵キャラだったしね。連載中に強さが変わったキャラもたくさんいるが、そのキャラの全盛期を、ランキング対象としたいと思う。今回のランキングは、あくまで独断と偏見によるもので、もし皆さんの中で何か意見があれば、どんどんコメントいただけたら嬉しい。よろしくね。まず第8位から桑原一馬。なんだかんだで、桑原ってかっこいいのよね。皿屋敷中の2年生で、ゆうすけと同級生であり、喧嘩仲間であり、親友と言えるような存在だぜ。ゆうすけは髪を下ろすと、意外と幼い顔してるんだけど、桑原の顔は、中2にしては老けすぎよね。こう見えても普通の人間なのだが、地味にひどいこと言うわね。もともと霊感が強い家系の生まれで、霊感が強くて起こる障害のために、姉の知り合いの玄界のもとに相談に来たところ、たまたま玄界の弟子の選考会に巻き込まれてしまう。その選考会の最中に、霊剣を習得し妖怪の類とも戦うようになったんだぜ。桑原のお姉ちゃんが、わざとその日に桑原を送り込んだのか、それとも単純に、巡り合わせだったのかは謎なところね。そこから祐介と共に、霊界探偵の仕事を手伝うようになり、いろんな事件に巻き込まれるようになる。選考会の際に初めて習得した霊剣を見事に使いこなしており、乱動の炎の火の玉を打ち返していたり、戦闘センスを発揮していたぜ。バッティングセンターの120キロの玉より遅いのよね。その後は暗黒武術界でも登場し、トグロアニヤ魔将使いチームの大将に勝利するなど、なかなかの活躍を見せているぜ。桑原は意外と起点が効くイメージがあるわ。トグロ弟がユウスケの力を引き出すために、桑原を刺すのだが、致命傷には至らず、ユウスケの力を引き出すために、あえて黙っていたりもしたな。そのせいでユウスケに、ボコボコにされていたけどね。その後は潜水と戦う際には、次元塔を手に入れ、より一層パワーアップしたんだぜ。この頃の桑原は、クラスで言うとどれくらいの実力だったのかしら。この頃の鞍馬と比叡は、A クラスの実力を持っており、桑原も A 級くらいの力は、あったと思われるぜ。間違いなく人間では最強クラスね。ただ潜水を倒した後は、ほとんど戦闘描写がなく、成長している姿もないということで、8位に落ち着いた感じだぜ。続いて第7位は北辰。魔界統一編のキャラよね。その辺はあんまり覚えていないのよね。北辰は魔界の三大妖怪の一人、雷禅の陣営のナンバー2の S 級妖怪だぜ。なんとなく思い出したわ。体が伸びるやつね。それはいわゆる軟体術というもので、それを活かした戦術を用いている。ユウスケが魔界に来てからは、ユウスケのお世話係のようになっているが、実力は本物の妖怪だぜ。人間界に来た時は、なんか力を抑えていたわよね。魔界のトンネルを通るために、D 級レベルまで妖力を落としており、その状態でも当時のユウスケに、油断をつく形で勝利している。変な心臓みたいなのをつけて、妖力を落としていたのよね。魔界編になると、妖力値が数値化されるようになり、北辰の妖力値は、3万、6000程度となっていた。多分めちゃくちゃ高いんでしょうけど、三大妖怪とはかけ離れているのよね。三大妖怪のムクロトヨミは150万超え、かなり力が衰えた雷禅が130万超えとなっているぜ。文字通り化け物並みの強さね。北辰自体の話に戻ると、軟体術に頼る癖があり、その癖をユウスケに指摘される場面もある。性格は紳士的ではあるが、最低限の策略は張り巡らせようとするタイプで、最終的には破天荒なユウスケに振り回される、苦労人のようなキャラに落ち着いた感じだぜ。なんか同じようなビジュアルのキャラが、他にも何人かいたわよね。東王星山南海という名前で、北辰よりも少々力が劣っている妖怪で、魔界統一トーナメントでは、同じブロックになってしまっているんだぜ。運がないのね。続いて第6位は、中、リンク、東野、仁、鈴木、獅子若丸。6位が6人もいるじゃない。暗黒武術界では、それぞれ敵として立ちはだかったキャラだが、玄界の下で修行を行うことで、全員の妖力値が10万を超え、北辰よりも上ということで、この順位にさせてもらったぜ。それぞれ強さの序列はないの？妖力値が10万を超えたものの、6人に特別に差は見られないため、同時選出とさせていただいた。6位タイが6人もいるなら、北辰が7位は変じゃない？まあちょっと変則的ではあるが、そうしないといけない理由があって。何よ？そうでもしないと、一桁順位がとある集団で埋まってしまうんだよ。なるほど。さて6人の話に戻ると、クラマの部下として再登場し、うまい食事と適度な運動をとることで、トグロ兄弟すらも上回る妖力値となっている。ハードな特訓ばかりでは、戦闘能力は向上しないってことね。とはいえ、クラマがそう言っているだけで、小さく適度？地獄じゃあれはや、うまい？あの毒みてえな草がかという、セリフも書かれているので、実際は生優しいものではなかったのだろう。クラマなりの冗談って感じなのね。
まあそれでも1年足らずで、揚力値が10万を超えている事実に変わりなく、どんな狩猟だったのかは、謎に包まれているんだぜ。とりあえず効率的な狩猟を積んでたのね。まあそんな感じだ。続いて第5位はクラマ。何気にクラマとクワバラの関係が好きだわ。もともと妖狐クラマとして、魔界では盗賊として暗躍していたが、瀕死の重傷を負わされ、現在の人間の姿である、南の周一として転生し、そのまま暮らしているといったキャラだぜ。クラマとヒエイは同じ時期に出たキャラだけど、クラマは最初からユウスケとは対立していないのよね。南の周一という人間の姿から、妖狐の姿に変形することができ、その時の妖力値は15万ほどと、6位の6人を忍ぶものとなっている。クラマに狩猟のイメージはないけど、クラマも狩猟していたのかしらね。クラマの戦闘スタイルといえば、植物を操るというもので、その植物は様々な種類のものが存在するぜ。植物キャラって、当時からすると珍しい感じよね。他にも普段は温厚な性格をしているが、敵意を向けた相手には残忍な性格をしており、生きながら苦しめる方法を知っていると、脅しをかけてみせたり、実際に生き地獄を与えてみせたり、かなりサディスティックな部分もある。その辺のギャップが、クラマの魅力なのよね。普通に学業成績も良く、ユウスケ陣営のキャラとしては、基本的に頭脳的な立ち回りをすることが多いぜ。他のキャラが脳筋すぎるんじゃ。それを言われると反論できないな。クワバラですら頭脳派に入る集団に、頭脳戦を求めたらダメよね。まあクワバラは後に、ちゃんと勉強して進学校に進んでいるから、その辺は要領よくこなすタイプなんだろうな。クラマの話に戻ると、普段は要力値を2000足らずに抑えることができ、その要力値で油断してきて襲ってきた相手を、本気の力で一網打尽にすることもできる。北進は変な器具をつけて、要力値を抑えていたけど、狩猟したら、そういうのもできるようになるのかしらね。至極個人的な話になるが、クラマにはいくつも名言があり、その中でも一番好きな名言は、切り札は先に見せるな、見せるならさらに奥の手表だぜ。視聴者の皆さんも、ぜひクラマの好きな名言をコメントしてくださいね。続いて第4位はヒエイ。ヒエイと言ったら、中二病の代表って感じよね。もともとは敵として、ユウスケの前に立ちはだかったのだが、その時に披露した、緑色の目がいっぱいついた変身は、それ以降見ることがなくなった。中二病は黒歴史になるって言うけど、あれは本当の黒歴史だったのかしらね。中二病の代表キャラでもあるが、実はツンデレの元祖的なキャラでもあり、初めて仲間として同行した、死生獣の戦いの最中では、別に貴様らを助けたわけじゃない、勘違いするなというセリフを放っている。ツンデレのテンプレね。中二病と言われる最大の理由としては、邪眼の力を舐めるなよや、邪応援殺国流派という、技の名前の語呂から来てると思うぜ。なんか声に出したくなるのよね。比叡の揚力値に関しては、明確な数値は作中で出ていないが、最終的には、ムクロ陣営のナンバー2にまでなっており、魔界統一トーナメントの後、血は喧嘩というかブチ切れたムクロの、本気の一撃を食らいながらも、ケロッとしていることから、クラマよりも上位に選出させていただいた。実際戦ったらどうなるのかは、少し興味あるけどね。クラマは強さにこだわりはないだろうし、強さにこだわらないクラマに、比叡は戦いを挑んだりしないだろうし、その戦いは永遠に見られなさそうだな。残念ね。知能面は割と残念で、潜水編では知能的なバトルが多かったため、ほとんど活躍が描写されず、怪盗の能力のタブーで、熱いとすぐに言って魂を取られたり、ほとんど活躍の描写は見られないぜ。まあ知能バトルで、比叡が活躍してたら、それはそれで嫌な気がするわ。続いて第3位は浦飯龍介。主人公登場ね。皿屋敷中の2年生で、本当の意味での中二だが、潜水との戦いで、2度目の死を迎えたことから、大覚醒遺伝によって、魔族として覚醒したんだぜ。二度目？一度目はいつ？今すぐ一巻の一話目から読み直してこい。すぐに一度目の死の場面が出てくるから。そういえば最初はそんな感じだったわね。なんかすっかり抜け落ちてたわ。この大覚醒によって、ユウスケの先祖が魔界の三大妖怪の一人である、雷禅であることが判明し、雷禅の下で北進たちと狩猟をし、力をつけていったんだぜ。ユウスケの揚力値はいくつなの？作中では数値が出ていないが、魔界統一トーナメントでは、読みと60時間もの死闘を繰り広げており、実力がそれほど拮抗していたということから、比叡よりも上のランクにさせてもらったぜ。60時間って、2日半よね。戦闘どころか、私はそんなにぶっ続けで起きていられないわ。そもそも人間じゃない奴らだし、我々の物差しで測るのも、おこがましいくらいなんだぜ。間違いないわね。ユウスケは読みとの60時間の死闘の間にも、どんどんと成長していき、この時は読みの勝利で終わったが、次に戦う時は負けるかもしれないと、言わしめたほどだぜ。まだまだ伸びしろもたっぷりって感じね。ちなみに魔界統一トーナメント後は、人間界に戻ってきて、屋台でラーメン屋を経営している。人間界ではひっそり暮らしているのね。そしてどうでもいい話だが、悠々白書を読んでいた中高生で、霊眼を真似しなかった男子は、存在しない説を唱えたいと思うぜ。
嫌いな奴の後頭部めがけて、霊眼を放って、誘引を下げていたこともあったわ。作中でもユウスケが初めて霊眼を覚えた時、教師に向けて霊丸を放っていたな。続いて第2位は延期を筆頭とした、雷禅の喧嘩仲間たちだ。喧嘩仲間たちは、全部で何人いるの?9人だな。この喧嘩仲間が全員2体として数えると、ユウスケが2桁順位になってしまうため、ここは統一させてもらったぜ。限界の下で修行した6人が、ひとまとめにされたのと同じ理論ね。まあそんな感じだ。魔界統一トーナメントを制したのは、この中の1人の延期だが、延期は巡り合わせや運もあったと言っており、ここの実力がどうなのかは、はっきりと明記されていないため、同じ順位として紹介させてもらうことにする。実際はそれぞれ実力差があるんでしょうけどね。この9人は魔界が三大妖怪によって、支配されている最中でも、野心を持つことなく、人知れず生活しており、三大妖怪の一人である読みすらも、その存在を認知していないほどだったんだぜ。喧嘩仲間がいるってのは、雷禅とユウスケに血のつながりを感じるわね。雷禅の墓参りをした際には、戦いからはだいぶブランクがあると言っていたが、その陽気の強さは、読みと同等かそれ以上と言われており、間違いなくユウスケよりも強いと言えるだろう。そもそもこの人たちは、味方でいいのかしら?明確な立ち位置はないが、雷禅の息子であるユウスケに好意的な態度であり、そもそもこの人たちが集まったのも、ユウスケが言い出した、魔界統一トーナメントに参加するためだし、仲間扱いでいいんじゃないか?まあ敵なわけがないし、かといって中立の立場かというと、そうでもないし、まあ仲間が一番しっくりくるわね。魔界統一トーナメントでは、ムクロも読みも雷禅の喧嘩仲間に敗れ、他の有力だったキャラたちも、この中の誰かに敗れている。まあ運とか巡り合わせも実力のうちだろうし、優勝した延期を含めた喧嘩仲間は、間違いなく最強クラスでいいわね。そして流行る第1位は雷禅。やっぱり親父にはかなわないのね。ユウスケと出会った頃は、衰弱しきっている状態で、妖力値だけ見ると、読みやムクロにも劣る数値になっているが、延期曰く、今のムクロや読みなんかは当時の雷禅を見てたら、小便をちびっているほどらしく、その強さを伺い知れる。それはすごいわね。2位の喧嘩仲間たちよりも、圧倒的に強かったと言われており、そんな理由から、1位に選出させてもらったぜ。言っても延期たちだって、前世紀と比べたら力が落ちているのかもしれないし、雷禅たちの喧嘩が、どんな感じだったのかは興味あるわね。雷禅は1000年以上も食事をせずに、栄養失調のような状態になっていたが、それでもユウスケを寄せ付けないほどの、強さを持っていた。私なんてお腹が空かなくても、惰性でお菓子とか食べちゃうのに。雷禅は魔界の均衡と平和を考えており、魔界の未来をユウスケに託して、最後は腹減ったとつぶやいて亡くなったんだぜ。その結果が、魔界統一トーナメントなのね。ユウスケにどこまで考えがあったかはわからないが、結果として雷禅の喧嘩仲間たちが戻り、ムクロや読みも国を捨てて個人になり、結果的に魔界の秩序は保たれたんだぜ。雷禅の思いが叶った形になったのね。というわけで、今回の動画は以上だ。このチャンネルでは、レトロな漫画やアニメに関する、様々な動画を今後も投稿していくぜ。他にもいろんな動画もあるから、別の動画も見ていただけると嬉しい。それでは、ご視聴ありがとうございました。